共産党は、まあ、言ってることはいいんだけど名前変えた方がいいんじゃないの、まあ、よくそういうご意見をいただくんですね。やっぱりあの共産党が伸びた方がいい、伸びてほしいと願ってのお話だと思うんで、私どもは本当にあのそのご意見を本当にありがたく受け止めているんです。でも私たちはやっぱりしっかりこの名前掲げて頑張りたいなっていうふうに思うんです。今皆さん日本の政党を見てください。もう本当に国民に対する約束を裏切っても平気でいるような政党ばっかりです。そして選挙の時は自分たちの党の値打ちで勝負するんじゃなくて、なんか金メダルもらった人とかね、昔歌歌ってた人とかね、そういう人を出してこう票を、まあ、いわばかすめ取ろうみたいな、そういうのが透けて見えるじゃないですか。私はねこういうのは無責任ではないかなって思うんです。やっぱり政党はしっかり頑張ってきた実績と、そして理念と行動力でやっぱり国民に対して訴えていかなければいけないと思うんです。その点私は日本共産党という名前にそこが込められていると思うんですね。1922年に作られて以来ずっとこの名前で頑張ってまいりました。他の政党はみんな名前変えちゃったんです。戦争に協力をしたり、戦後も悪い政治の仲間入りをしたり、そういうことやってきたから昔の名前で出ていけない。これが日本の政党です。日本共産党はこのずっと掲げてきた名前で出ていくことができる、これは私たちの誇りなんです。私たちはただ単に国会で仕事をする、そんな政党じゃありません。本当に各地もう全国くまなくあらゆるところに共産党の支部が2万4000の支部があって、そして3000人の地方議員が住民の皆さんの願いを実現するためにこの三鷹市、そしてお隣武蔵野市でも本当に頑張っている。文字通りの歌い文句だけじゃなくて国民が主人公なんだっていう仕事を日々やってきた、それが日本共産党です。そして今の資本主義社会、この社会がこれでもう終わりになる、未来永劫続くっていうんじゃなくて、やっぱり人類の知恵は人が人を支配する搾取をする、そんなとこから抜け出す新しい時代をいずれは作っていくだろう、こういうロマンをしっかりこの党名に込めて頑張り続けた政党です。まあ私はだからこそこうブレずに真面目に頑張ることができるんだと思うんです。今日本の政党がどこも本当に無責任な体たらくになっているときに、この名前を掲げ続けてブレずに頑張り続けた共産党の値打ちをやっぱり今こそ多くの人々に私は訴えていきたいというふうに思ってますんで、ぜひこの名前で頑張っていきたいと。大体あの名前変えた方がいいっていう方は共産党のことを心配して言ってくださるんです。共産党のことを悪く言う人はたとえ名前変えたとしても元共産党って呼ぶに違いありませんから、あんまり変えても効果はないと思うんです。変えるよりもやっぱり堂々とこの政党の値打ちを正面から訴えていくのが一番いいんじゃないでしょうか。そのためにぜひご一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございました。